はい、では今回ご紹介するのはこちら、ザクの雅の友中取大吟醸ということですね。こちらは、まあ、お米の種類とか、山田錦を使ってまして、精米部位は 50%。もともとこれは純米吟醸扱いだったらしいんですけども、2013年に純米大吟醸に格上げされることになったそうです。もともとはクオリティがあったのになぜか純米吟醸に置かれてたっていう不思議なお酒だったみたいですね。そうか、50% で大吟醸。そうそうそう、50% 以下はもう純米大吟醸にいけるけど、なぜか純米吟醸で出していたという不思議な、不思議なお酒ということで、俺も飲んだことないんで早速飲みたいなと思います。ということで注いだので、で初めて飲むんだよ、ね、ザクは。匂いいい匂い、いい匂いする。いい香り。あ、これいいね。結構フルーティーな匂い。フルーティーやね。口当たりもね。おお、確かに口当たりもフルーティー。まろやか。うん。すんごいまろやか。ああ、キンキンに冷えてから余計に美味しいよ。うんうん。今回よりか、そっか。いつも冷やしてるか。うん、いつも冷やしてる。たまに冷やしが足りない時があるし。まあそれはあるけど、まあ水滴ついてるの初めて見たよ。料理に合わせるなら、料理に合わせるならね、なんかでも合わせたいなと、単体で飲むよりなんかと肉だね。ああ、うん、肉、魚ではないな、うんうんうん、そうだね、魚だとちょっと違うな、魚が死んじゃうね、うん、肉の脂っぽさの方がこのフルーティーさに合うのかな、うん、なんかそう、確かに主張をしっかりしてくれる。バーベキューとかね。あ、バーベキュー、うん、これからの時期いいね、外で飲むときにこれ一本当たると、ね、楽しめるね。外でね、炭火の味に負けないよ、多分。負けない負けない、うん、あ、いいね。中田秀さんが絶賛するの分かるわ。そうなの、ね、なんかサッカーのあの秀さん、はいはい、うん、が酒蔵訪れるぐらい。あ、そんなにらしいっすよ。中田さん大絶賛のお酒なのらしいっすよ。はい、日本酒好きだからね。友達友達じゃないよ秀はそれこそだから前六本木のうんうん、なんかウィットタウン、うん、あるね、なんかで日本酒のイベントやってて、へぇ、え、ヒデ主催の、そうそうそう、主催か分からんけどヒデがやるって感じで、うん、そうそうそう、なんかあのよくあるさ、うん、めっちゃ試飲できる、はいはい、ああ、なるよね、うん、あるじゃん、だからヒデがやってて、へぇ、まあ、ヒデがやってるからっつって言ったもん、まあ、うん、一サッカーファンとしてさ会えたらめっちゃ嬉しいな、うん、あ、日本酒ファンじゃなくさ、どっちも好きだけどと言ったらね、うん、普通にいるわけ。あ、じゃあ本物見れたんだ。そう、普通にいるのよ。いいな。ステージ上だけとかじゃなく、普通に降りてうろうろしてた。そう、降りてうろうろしてて、なんかいろんな人がさ、なんかみんなね、うん、いろんな人がいて、うん、積極的に話しかけに行こうとしてる人もいれば、なんか遠目からちょっと、でいいのかなみたいな。まあ、そうなるよね。独特な雰囲気。有名人だ、芸能人だってなる。そう。まあ、俺はすかさず行ったんだけど。物おじせず。まず見た目はなんかサングラスしてすげえなんか高そうなコート羽織って、うん、なんか話しかけがたい感じのオーラをバンバン出してるような感じなんだけど、話しかけたらさめっちゃ丁寧で、なんか人と話すときはなんかサングラス取って一対一でちゃんとなんか話してくれて、うんうん、すごい礼儀正しい。そう、まあ、そこにねめっちゃ感動したよね。うーん、で具体的にどんなこと話したいじゃん。話したことはね、もうサッカーのことばね。日本酒のサッカーのことばっか聞いちゃったら、最後のワールドカップとかね。あ、いやでもね、本当に話せて、うん、あ、なんかいい時間だったなって感じだったね、うん。もう、お礼じゃないけど、そこにあった日本酒全部飲んでってやる。まあ、楽しんだのは俺だと。何種類だったかな ?3、40種類ぐらいだったかな。あ、多いね。結構あったんだよね。片っ端から飲んだ。結構甘い香り、フルーティーな香りが漂ってきたなっていうところがね、うん、あ、やっぱ嗅いで、あ、いい匂いだなって感じられて、うん、でもだいぶ強かったよね、一発目が、うん、一発目からガッ、うん、ガツンとするような、こういかないで、ここで香るぐらいだったから、うん、だいぶ強め、すごい良かった、うん、なので、点数は 2.8 点で、おー、いいね、2.8。 カズマは、まあ、2.5。 お、まあまあ、平均ぐらい、日本酒
って感じ、うん、いいね、うん、じゃあ次味が結構しっかりしてたから、まあ、さっきお肉だったりとかに合うっていう話をしてたくらい、うん、すごいしっかりとした味わいで強めだなって思ったところだから、まあ、単体で見ると 2.5 は超えてくるなってところだけども、まあ料理と合わせて進化を発揮するだろうなっていうところで、まあ 2.6、 おお、うん、まあまあ平均は超えて、まあ、美味しいよ、うん、いいんじゃないって感じ。カズマズ、これはね 2.9 とか、おお、いいね、全然出してもいい、うん、3点の壁を超えるか超えないかぐらいの、まあでも合わせやすいね料理には確かに、ガッツリ系に合わせられるから何だっていけるみたいなところあるし。じゃあ最後コスパ、これが2380円だったかな確か、ネット調べだと、うんうんうん、比較的安い、まあまあまあ手出しやすいお手頃なところかな、うん、コスパか、コスパも全然いいよね、2000円前半でこの味出るんだったら、うん、込みで 2-3% だったら、うん、まあまあで、まあ大抵の人が単体で飲むってよりはやっぱり何かとつまみ食べたりとか、うん、多分合わせるのとかとって考えたりすると良さげだね、2.7、 おお、いいね、いいね、うん、コズモビー 3.2、 おお、めっちゃコスパいいと思うよ、カズマが3点超えたよ、カズマが3点超えてくるってことは本当にいいんだね。あ、俺素人だからもうね、本当に感覚だけやってるけどね、カズは飲んできた量が違う、そう、全然違うから、ここはね、本当コスパいいと思う、うん、そんなに2300円でこれはあんまないと思うよ、ない、そうなんだ、うん、おすすめです、いいね、ということで、まあ、合計点でいくと香りが 5.3、 味が 5.5、 コスパが 5.9 ってことで、うん、軒並み平均以上、いい、ね、だいぶいいね、だいぶ総合評価的には、ね、ちょっとカズマのコスパね上げてきたから、うん、だいぶいいのかなっていうの、確かに我々としての評価も高いし、うん、でまあ今ね、あの、まあ、結構人気な、うん、そうだよね、お酒っていうのもあるから、まあ、手出しやすいんじゃないかな、うん、まあ、あの話しやすいと思う、知ってる人もきっと多いだろうから、うん、あのザク飲んだことありますとか言えば、まあ、会話のネタとしてもいいだろうし、うん、じゃあこちらのザク総合評価は、うん、じゃあちょっと独断と偏見でいい？どうぞ。じゃあ3点。お、3点。あれ？高評価。3点超えたの初めて。これ？多分玉の光。あ、あるか。あ、だでも多分そうないよね。やっぱ3点超えはね、なかなかレアだよ。うん。やっぱ 2.987 が大体多かったりするから、どうしても。この値段でこの味はね、3点全然出せるわ。うん、美味しい。素晴らしい。お母様絶賛なんで、ちょっと皆さん気になったら買ってみてください。ということで、趣味語りはね、まだこうやってまたレビュー動画上げていきますんで、皆さんまたね、レビュー見ていただきたいので、チャンネル登録と高評価の方お願いします。お願いします。じゃあまた次回会いましょう。バイバイ。また来週。また見てねー。